はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回お届けしていくゲームは信長の野望創造のバブキット、PSO 版をプレイしていきたいと思います。シナリオは天王山のシナリオで、秀吉でのプレイですね。前回前々回までのおさらいをしておくと、まず第1話で、山崎の戦いで見事に光秀を滅ぼしました。第2話では静ヶ岳の戦いを経て柴田勝家を撃破、そして大阪城も築城しました。今回はですね、小牧長久手の戦いでいよいよ家康との決戦に及ぶというところで、続きをプレイしていきましょう。現在ですね、織田徳川連合軍にこの長島城を攻撃されている状態ですので、この長島城の救援に向かいたいと思います。長島城が持つかどうかというところはあるんですが、敵将捕獲した。長島城が持たないかもしれないですね。長島城が持たなかったら織田の城をちょっとずつ削り取っていくという方針に変えていきましょう。先月の収支です。政策、なんかいい政策あるか。政策を執り行います。方面軍組織はいいですね。やりましょう。皆に伝えておきます。取引で家宝、特にこれといったのはないんですが、まあ、馬を買っときましょう。ありがとうございました。問題ないですね。我が方の城包囲されました。我が方の城包囲されました。さあ、ここはちょっと大回戦になりそうなので、ご命令くだされ。報告いたします。一気に回戦を仕掛けてこの状況を打開したいと思います。なかなか敵も粒揃いというか強いですね。ただ五詰めで秀吉6500、長政1500が控えてますので、ここは一大決戦に及びましょうと思ったら、決戦にはできないのかな。できないか。みんな、明日は新たな世を作るのだ。ただこのまま行けば城は守れそうですね。城は守れましたね。であれば、このまま織田の城を取っていきましょう。秀吉を亀山城に派遣。長政も亀山城へと向けます。承知いたしました。で、四国方面軍、中国方面軍、北陸方面軍という形で、攻略する地方ごとに軍団を組織してますので、その軍団の部隊を、こっちに差し向けるというわけにはいかないというところもあるので、ここは援軍要請を出しましょう。この長野城に戸川家に攻め込んでもらって、筒井家ですね、攻め込んでもらって、織田の兵力の分散を図ります。出るとするか。我が戦お見せしましょう。ご命令くだされ。報告いたします。外交ですが、
積極的に外交はしていきましょうね。無駄な戦いは正直したくはないというのはあるんで、上杉とは吉見を通じておきましょう。滝川は滅ぼす予定、真田は味方に入れたい、まあ、こんなとこですかね。腕が鳴るぜ。出陣する。みんな、明日新たな世を作るのだ。我が戦お見せしましょう。さあ開戦に及びます。城前での開戦は積極的に仕掛けていくぞ。ここはまあ力押しで、十分撃破できるとは思うので。承知いたしました。わしに任せろ。乱戦を仕掛けて奥義一戦を仕掛けていきますか。わしに任せろ。我に続け。死にたい者は前に出よ。せっこめ。決める。そして混乱しなかった。わしについてこい。決める。退却する。あ、ただ、まあ、秀吉6戦いたので囲んで一気に城を落としました。敵将捕らえたり。そしたらこの勢いのままどうしようかな。亀山落とした後、長野城は抑えがいるので、承知いたしました。別の城を攻めましょう。かしこまりました。わしについてこい。各地の部隊がどう戦っているかというのをちょっと見ていきたいんですが、どこもいまいち攻めきれてはいないのか。ただ毛利の城を攻めてはいるんですね。四国方面軍じゃない、中国方面軍は。であれば、ああなるほど、そうなると北陸方面も領地を増やしていきたいので、侵攻指示を出しましょう。と思ったら上杉と構えなきゃいけないのか。こと上杉はどれくらい兵力があるかというと2万、秀吉11万、毛利が結構勢力が大きい割には兵力は少ないですね。4万。長宗我部に関しては1万6千、織田が1万5千、家康が3万6千というところですね。で北条が3万であれば、やっぱりこのね、力でねじ伏せるっていう意味で上杉もここで攻め取っちゃってもいいかもしれないですね。さあこれでいいです。出陣します。しましょう。加勢します。この腕でのし上がってみせる。敵将捕獲したぞ。出陣するぞ。捕らえたぞ。観念せ。待機せよ。織田の城を侵食していきましょう。
承知いたしました。わしについてこい。かしこまりました。承知いたしました。出陣するぞ。敵将捕らえたり。表情を始めましょう。報告いたします。敵将捕獲した。腕が鳴るぜ。敵将捕らえたり。敵将捕獲した。敵将やっぱり捕らえたり。一定押さえてると城が多いんで兵力の増え方がえげつないです。我が戦、見せしましょう。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。そしたら工作をして、浮田には工作中、工作中、筒井に派遣しときましょう。人よし、こんなとこでいいですね。そしたら引き続き織田領侵攻作戦を継続していきます。遊びは終わりだ。敵将捕らえたり。わしについてこい。お任せください。敵将捕らえたり。敵将捕らえたり。出陣するぞ。どんどん秀吉が領地を広げてる。いざ参ろう。加勢しよう。敵が我が領内に向かっております。どこが攻められているかというと、敵将捕獲した。我らに撃てぬ敵はありません。お命令報告いたす。長宗我部の部隊が攻めてくるんだな。ただ今そこに承知しました。いる部隊がいないんだよな。間に合わないと思うけど一応派遣しましょう。間に合ってくれよ。どうか。みんな、わしと新たな世を作るのだ。出陣します。敵将捕らえました。我が領内に敵が迫っております。我に撃てぬ敵なし。敵将捕獲した。大丈夫そうですね。
そしたら、秀吉本体は一体家康の方に集中しましょう。これで織田家を滅亡させて戦国伝先に進みそうです。これは実際イエスと戦うということはなさそうですね。家康の信用を60にするということなので、あとで外交の指示を出しましょう。騎乗する。騎乗するぞ。さあ、それでは早速外交で表彰を始めましょう。先月の終始です。人を派遣します。で、あと軍団をですね、ちょっと一旦整理しましょう。軍団を解散させた方がいいかな。だいぶ勢力が広がってきてますからね。さあ、それでは各方面軍を指揮していきましょう。まず四国方面軍ですが、拠点を伊沢城にしてですね、5拠点か、ちょっと少ない感じはしますが、まあ、この5拠点を持って長宗我部に当たらせましょう。で、誰を軍団長に据えるかというところですが、まあ、小西喜仲でいいでしょう。で、中国方面軍ですね、対毛利は備中高松城を本拠地にして、ここはね、結構拠点の数を多めにして毛利を一気に侵食してもらいたいと思います。で、官兵衛に任せましょう。で、近畿一帯を指揮する。ここですね。で、一応秀吉本体もある程度軍として動かせるぐらいは欲しいので、安土から東を軍団に任せましょう。まあ、この辺りまででいいですかね。まあ、ここは何かをするっていうよりかはひたすら支援するような部隊になると思います。で、金沢城を拠点とした北陸方面軍としては、以上でいいですね。おっと、一回キャンセルされちゃったかな。ちょっともう一回選びましょう。
で、ここはコロクに任せて、対家康の最前線ということで尾張一帯を誰に任せるか結構重要なところになるんですが、任せられる武将秀長かな、以上でいいですね。はい。で、各軍団への攻略指示、まあ、家康攻めてもしょうがないんで、羽小路家を攻めて、まあ、上杉を侵食してもらいましょう。で、官兵衛には毛利で、小西行長には長宗我部で、堀秀政はまあ支援という意味で適当にやらせましょう。これでいいですね。さあ先に進めていきます。家康の信用60にするっていうのが当面の目標になりますので、そのためにイエスのところに使者を派遣してますので、今のうちに他の方面の我が領内に侵略を進めております。必要であれば秀吉自ら四国に攻め入ってもいいですし、ね、おめでよ報告いたす。先月の終始です。報告いたす。上杉攻めるのはやめて、ちょっと方針を変換しましょう。北陸方面軍に姉小路家で、滝川川尻この辺りに、近畿方面軍を当てます。で、ちょっとここで一旦各方面の地域の勢力図見ていきましょう。まず島津が九州半分ぐらい制覇してますね。そして毛利と今交戦中ですが、3万7000の兵を持っています。そして長宗我部。まあ、この辺りもね、力押しで潰せるんじゃないかなと思いますが、徳川が4万と。で、一方の秀吉ですが15万と、まあ圧倒的ですね。やっぱり近畿一帯を抑えてると、城がとても多いんで、兵力が増えるのがあっという間ですね。敵将、捕獲した。九州の方で何かありそうですね。竜蔵氏と鍋島さんの逸話ですが、まあ、ちょっと関係ないんで飛ばしましょう。攻めてるのか、攻めてる兆しがあまりないんで進行の指示を出しましょうか。我が戦お見せしましょう。
戦お見せしましょう。兵が足りていなそうなので、秀吉自ら6000の兵を引いて四国を出陣するぞ。しましょう。すごい大部隊の戦なんですよ。行くぞ。宿泊しよう。我らに撃てぬ敵はありません。この辺りは秀吉得意の物量作戦ですね。先月の終始です。行きます。出陣する。敵将仕留めたり。敵将捕獲した。敵将捕獲した。このまま一気にお任せください。四国を平らげましょう。出るぞ。必ずや勝つ。今家康の信用はどこまで上がってるんだ。34か。まだかかりますね。止まれ。出るとするか。加勢いたします。わしについてこい。いざ参ろう。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕らえました。我が戦お見せしましょう。助立ちいたしますぞ。この辺りで大名を従属させることができる人はいないものかなと思うんですけど。そしたらあんまりね、女の子年取らせるわけにはいかないんで、どんどん女の子も出していっちゃいましょう。と思ったけどもう他出せる大名家がいないと。そしたらあと心中させることもできないんだよな。従属、木曽さん従属させることができるんだったら従属させましょう。川尻さんも従属。こんなとこかな。出るとするか。いな、明日新たな世を作るのだ。加勢いたします。出陣するぞ。ことごとく従属させることができましたね。娘を養女にということで迎えていきましょう。どんどん表情を始めましょう。報告いたす。報告いたす。助け立ちいたす。この腕でのし上がってみせる。出るとするか。騎乗する。秀吉を、そしたらどこに次、瀬戸城と浦戸城かなとかに派遣しますか。私についてこい。
我が軍略お見せしよう。出陣するぞ。この腕で押し上がってみせる。包囲するぞ。敵将捕らえたり。我が戦お見せしましょう。わしに任せろ。次はどこを攻めるかと。非常に順調ですね。見せ場らしい見せ場がちょっとなくて申し訳ないぐらいに順調に来てます。どんどん進行の指示を出していきましょう。次とまだ戦をするのはちょっと早いですね。いざ参ろう。お、徳川への信頼が60に多分なりました。なりましたね。秀吉が家康に対して講和を要請、家康側もこれを受諾と。そうですね、信長の下で秀吉も家康も働いてましたからね。さあこれで秀吉と家康が同盟を結んだということになりそうです。戦国伝小牧長久手の戦いを達成しました。さあもうここからは、天下取りにたもう本当に向かっていくだけですね。出陣するぞ。連合が結ばれてますけど、敵が迫っております。秀吉はでも圧倒的な勢力だからな。そしたらですね、上杉がどうなってるか。うわ、上杉が反連合になってる。であれば上杉を攻略しましょう。よし、これでいいですね。お命令を報告いたす。さあ四国がどうなってるか。城が落ちるのは時間の問題ですね。みんな明日新たな世を作るのだ。そしたら秀吉を一旦帰還させましょう。
戦お見せしましょう。そろそろ朝廷に働きかけて関白になるための準備をしていきたいと思います。そのあたりにもね、お金を使っていきたいと思います。交渉を始めましょう。報告いたす。御用を受けたまわります。で、軍団の方ですね、小西行長の軍団を再編成していきましょう。加藤に任せて直轄領をちょっと増やした感じですかね。敵将誤爆した。敵将捕らえたり。もうここからは本当に各方面軍が活躍してくれればいいだけなので、秀吉は最後の一押しを行っていけばいいという感じですね。敵将捕らえたり。表情を始めましょう。報告いたす。勢いのまま滅ぼしてもらいたいとこですけど、出陣する。そしたら秀吉も帰還したので、遠征軍を組織してですね、遠征に入っていきたいと思います。どこに遠征するかというとこですね。森と同盟結んでるんで、まあ北条と戦争していくかな。そうなるといよいよ北条征伐ですね。ちょっともうちょっと兵力を蓄えてからにしましょうか。上杉を全部平らげたらいよいよ北条征伐というところですね。無事にするな。生きるのだ敵将捕らえたり。でここで、秀吉のイベントです。お、関白就任だな。さっきね、朝廷に働きかけを始めてたとこなんですが、お、豊臣を名乗ることにしますと。うん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 。よし、これで関白になったんだな。
朝廷に働きかけようと思ってたんですが、関白に勝手になってくれたのはありがたい。そしてあと5カ国を領有すれば天下統一になるということですね。よし、はい、というわけで、今回はですね、小牧長久手の戦いを経て、秀吉が関白に就任したというところまでお届けしました。次回はいよいよ天下統一の最後のね、総仕上げということで、プレイの方を進めていきたいと思いますので、次回もぜひぜひ、お楽しみにしていただければと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。